こうなりました第1レース発走です。さあまずは最内1番の柳原司がスタートを取りにと上がります。4番の田部田学が2番手、そして2番の中松翔太、6番曽我部正人と続いています。3番の中石正義が5番手から1社もう1社車を上げますでしょうか。さあ後方ではただいま7番の林昴がいます。5番の山崎照信、1番の柳原がスタートを取りましたので初手先頭は5番山崎となるようです。近畿ラインが先頭2番手、そして6番の曽我部正人3番手、4番手はメンバー中直近4ヶ月の戦績唯一逃げに決まり手を持っております7番の林昴です。林追走は2番の中松、そして同県沖縄4番の為田が後ろを固め、さらに3番中石間選手が最後尾7番手の縦1列です。競争はすでに2周回目、2コーナーを回ります。先頭は5番の山崎です。さあ対戦相手の林をすんなり逃がしてはその後の展開が難しくなりそう。ここからどうレースを展開させていくか。対する7番の林、直近の競争予選は先手を打てない競争だったんですが、ここはしっかり構成量を生かしたいところです。追走2番の中松も前回高松中1番手好展開からの1着でありました。さあ7番の林がじわりじわり上がって3周回目、まずは前を抑えますが5番の山崎が番手に飛びつきました。 2,3 番手が並走状態、そして4番手もうち6番の曽我部アウト、外は3番中石の並走状態、7番の林は先頭で緩やかなペースで踏んでおります。番手以降が2列並走です。さあまずは5番山崎対2番の中松、この好意巡る争いがどうなるか。そこに3番中石が追い上げて参戦か。さあ7番の林の後は3車並走アウトになりましたが、5番車の山崎はまずは交代、今2番中松対3番中石で競っております。3番手単独で4番の為田、さあ番手のもつれはどう決着がつくか。7番の林が確定、最終2コーナーからバックスイングは3番中石が取り切った、そして4番の為田が追い上げて切り替え3番手、最終2センターから4コーナーを回ります。7番の林昴先頭、3番の中石が好位奪って7番の林が押し切って2着3番中石、3着4番為田でした。7番3番4番です。第1レース A 級予選競争1組目、メンバー中実施先行1社林昴の後ろをめぐって2点3点スタートを取った山崎が中松の内で粘りましたが、そこに3番中石が追い上げ、好位争いめぐり参戦の結果中石が取り切りました。林が逃げ切って先着、2着3番中石、3着4番の為田です。正式な着順は審判からの決定放送をお待ちください。第1レース実況放送でした。